生鮮カツオの水揚げが25年連続日本一の気仙沼で、高校生が地元産のカツオを使った調理実習に挑戦しました。この調理実習は、気仙沼工業高校が地元で採れる食材への理解を深めようと、調理専門学校の講師を招いて行いました。今日は食品開発や製造についての知識や技術などを学ぶ産業経済科の3年生38人が気仙沼港で水揚げされたカツオのさばき方などを学びました。骨と骨のつなぎ目、関節の部分を見極めて多分俺でも分かんない。あ、ここだ。違う。かった、やばい。生徒たちは初めてさばくカツオの硬い背骨に苦戦しながらも3枚におろした後、たたきや漬け丼を完成させました。気仙沼工業高校では今後も地元の食材を生かした調理実習を行い、地域の食文化を学んでいくことにしています。